ラーメン知ってるだけで職場に秒で馴染める説実感してます、しのけんです。今回はゴールデンウィークにね、関東へお伺いした際に炭火焼き鳥萩さんで全6種の親子丼をね、一つのすり鉢に持ってもらった通称欲張り親子丼をいただいた時のお話です。以前ね、チーズラーメン6キロの動画でお世話になったガジさんがね、席の手配をしてくださって、ユダくんが通常の親子丼チャレンジ 2.3キロ15分、僕が先ほど申し上げたように7キロのね、全種盛り親子丼にチャレンジする形になってます。オーダーは6キロでしたはずなんですけど、なぜか7キロのヤーツが出てきました。何を言っているかちょっとわからないと思うんですけど、他にもね、ツッコミどころ多い構図になっていると思うんですけど、詳しくはね、本編で追って説明いたします。6976のこれ後で LINE。 ありがとうございます。器なしで、僕前7キロで撃沈してんの見てましたよね。あれは麺でしょ、これ米だから大丈夫。なるほど、米だから大丈夫じゃないっすね。一緒に行くよ。はい、チーズ。変顔も行こうか。はい、チーズ。はい、150分の間違いじゃなくて15分ですか。はい、いや、もう米は飲み物ですからね。米はイカスミ美味しそうです。チーズ絶対うまいですね。全部マスコンもうちょっと顔低くして。はい、いつもそのポーズってやつでかく見せたりしてたんだ。なんかね、はい、チーズ。十分この後もこれでおかしいサイズしてるけど。確かに少な少な。じゃあちょっと早速食べていきたいと思います。今は失敗する。また僕は間違いじゃない。よし。はい、いただきます。いただきます。チャレンジじゃないんですけどね、これ今日普通に食べに来ただけなんで。チャンピオン頑張ってください。はい、ありがとうございます。チャンピオン頑張ります。でも美味しい。すいません、ガリさん、お待たせしてですよ。いえ、どういうの。はい、毎度おなじみ天の声です。今回はね、冒頭でも申し上げたように6種の相盛り親子丼かっこ 7kg をいただいております。このお店さん、萩さんね、もともと 2.3kg の親子丼チャレンジをやってはるんですよ。このチャレンジ超有名で、もう美味しいっていっぱい YouTuber さんも挑戦されてるんですね。で、今日はね、隣にいるユダイングくんがこれから挑戦する予定のチャレンジなんですけど、ただね、この圧倒的なね、美味しいチャレンジにも一つね、重大な欠陥を抱えておりまして。あ、全然大丈夫です。フリー素材、フリー素材なんで、もう著作権ないんで、もう垂れ流しで OK です。垂れ流しだ。このチャレンジ、写真のようにね、6種類の親子丼からね、1つ選んで行うチャレンジなんですけど、親子丼チャレンジ1回きりなんで、つまり裏を返せばね、この6種類あるうちのたった1種類しかね、選べないんですよ。鶏だし、しめじバター、ピリ辛ニラ玉、カレー、豆乳チーズ、イカスミトマト、どれもね、ものすごく美味しそうなんですけど、この中で選べる味はね、たった一つなんです。いやね、こんなんね、選べませんよね。
想像してみてください皆さん。同じくらいね、好きなね、女の子6人に同時に告白されたらどうしますか。いやね、選べないですよね。そう、察しの言い方はもう気づかれてると思うんですけど、この親子丼チャレンジね、一見大食いもしくは早食いのチャレンジに見せかけてるんですけど、実はね、その実態は6つの中からたった1つを選ぶっていうね、他の5つを切り捨ててね、1つを選ぶことができるかどうかっていうね、決断力、男気を試すチャレンジなんですよね。ただこのね、スーツ男にはできませんでした。他の5つを捨ててね、1つを選ぶっていうね、その残酷すぎる行為を。そんなこんなで、まあ夜も眠れないね、日々が続いたんですけど、このスーツ男ね、ある一つの、ね、決断にたどり着きました。一つ選べなかったらね、全部盛ればいいんですよ。日本はね、一夫多妻制じゃないんで、この6種がね、仮にさっきの例え話みたいに6人の女の子だった場合は、この選び方、この選択っていうのは限りなくアウトなんですけども、幸いね、今回は親子丼なんで、親子丼相手ならね、一夫多妻制っていうのはこの国認められてるんですよ。そうしてね、誕生したのがこの奇跡の丼ですよ。見てください、この世のね、ありとあらゆる幸せを詰め込んだようなこの丼。右の画像のやつね、ちょうど12時の真上の方から、取り出し、しめじバター、豆乳チーズ、ピリ辛ニラ玉、カレー南蛮、イカスミトマト、もうね、この欲張り仕様、食いしん坊の願いをね、体現したような夢のような丼が今まさに目の前に降臨しております。ただこれはこれでね、もうどこから食べていけばいいのか、何から味わうのかっていう迷いが発生しますよね。もうね、つくづく罪の親子丼ですよ。なんかここすごいピザみたいになってるもんね。ピザなんですよね、ほんまに。あと9分しかない。失敗じゃないですか、これ。失敗だな、もう。150分の間違いだな。余計に残念。令和初のチャレンジ、失敗っすね。15分じゃ無理です。15分総会数、マックスって 15分だ、無理。微妙って、うわ、すごい。これが、シリーズがもうなんか。ちょっとさっきから慣れない手つきでね、ドヤ顔でね、カメラに近づけたりして申し訳ないんですけど、この親子丼、感動の連続でね、それをお伝えしたい気持ちでいっぱいなんです。親に物を見せたがる子供みたいになってます。いやもうね、こんだけ美味しいものを食べても美味しいとしか言えない自分が憎いぐらい美味しいですよ。もっとね、ボキャブラリーが豊かな方だったらいろいろ伝えられると思うんですよ。なんか卵の風味が何々と違うみたいな。僕の比較対象って言ったら、なんかこうスーパーとかで買った卵になっちゃうんで、うるさいですよ。15位、はい、184位、そう、そんな感じです。だから比較することすらちょっとおこがましいというか、失礼になってしまうんです。確かに、でもうまいからね、幸せなことだよ。美味しそうに食べるんですよ、ほんと。ほんとそれはもう、ほんとに一番いいことだと思います。鼻垂らしながらいつも食ってますけど、その鼻も自然体なんですよ。ありがとうございます。自然に鼻が出てくる。これくらいうまいんだな、みたいな。給食食べる小学生みたいな感じですからね。いいです、純粋ってことで。ただ、すべてがね、思い通りにいってる。このスーツ男の思惑通りにいってるように見えるんですけど、一つ大きな誤算があってね、この親子丼ね、6キロでオーダーしたんですよ、この萩さんに。まあね、6種類あったんで、まあ1種類1キロかける6種類6キロで、キリいいですよね。で、まあ僕、あの6キロは完食してるんですけど、ラーメンで。7キロはね、前回の動画でも見たように、圧倒的撃沈をしてるんで、まあいろいろな意味でもね、今回6キロでオーダーしたんですよ。ただね、
先ほど申し上げたようにこの親子丼ね7キロあるんですよね。6キロでオーダーしたら7キロが出てきた、まあ、ちょっとね何を言ってるかわからないとは思いますけど、まあ、要するにねデカ盛り名物愛情盛りが1キロあった、それだけのことですね。後ろ剣ナイフとフォーク出そうか。え、ナイフとフォーク出そうか。あ、ナイフとフォークですか。僕の一番得意なやつじゃないですか。右と左分からなかった。逆でずっとステーキチャレンジしてましたから左のナイフ全然力入ってなかった。ステーキってあれ、あ、そう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 。一生肉が切れなくなって。俺とシーヤさんの出した件で終わったんですよ。賞金出ちゃった。何やったか。しかもね、萩さん、今回もね、作る段階から、まあ、映像をご覧いただいたら分かるんですけど、この段階からね、もうすでに先にね、先に愛情盛り宣言してましたからね。しのけんごめん、愛情。しかも全然ちょっとじゃないっていう。愛情盛りっていうのはね、本来結果論なんですけども、あらかじめね、愛情盛りを宣告、予告するっていう、新しいスタイル。てか確信犯ですよね。そういえば萩さん、6月10日月曜日のね有吉ゼミのチャレンジグルメっていうねギャル曽根さんがと、まあ、ゲストの方がね大食いされる人気コーナーに出演されるそうで、6月10日なんでこの動画6月9日の日曜日に公開予定なんで、まあ、ちょうど明日ですね。おめでとうございます。僕もね自分が行ったことあるお店でこのコーナー出るのが初めてなんでなんか嬉しいですね。しがないお客の一人なんですけども、ただ内容詳しく知らないんですけど、萩さんの性格上ね何らかのサプライズっていうよりトラップです、ね、仕掛けてると思いますよ。もうこれはね間違いないと思います。内容予想していいですか。多分ね丼物やと思うんですけど、丼の底に揚げ物隠して驚かせに来ますよ。それをね食べ進めたギャル曽根さんが途中で発掘して、ね、突っ込みまくって萩さんがねニヤニヤする構図がねもうね手に取るように想像できますね。ここまでドヤ顔予想して間違ってたらどうしようって感じなんですけど、もし間違ってたら腕立て腹筋スクワットを300回ずつやる動画を撮影してね、まあ、次公開する動画の後ろにでも貼り付けておきます。多分当たってると思うんですけど明日が楽しみですね。もうおかわりの単位が7キロ単位ですからね。15キロでおかわり3つください。20キロが15キロ3人分ですから、ね、まあこれは述べてるんですけども光栄なことですよね。こうやってね関東のお店でこんなね絶品親子丼をたくさんいただいて、でまたね一緒にね食事をしてくださる迎えてくださる方もいるってもう本当にね恵まれてます。さああとはねこのスーツ男が溢れんばかりの愛情をね受け止めるだけですよね。スーツのボタンがはち切れるのが先か、7キロので愛情を受け切るのが先かです。何かと前置きが長くなってしまったんですけど、皆さんが期待されているのはねこんなどうでもいいスーツ男のまあ、うんぬんかんぬんよりもねこのスーパーウルトラグレートデリシャスねワンダフル親子丼の圧倒的食レポですよね。この6つの具材の比較とね味の感想、そしてねどれがおすすめかうんぬんかんぬん、僕もね考えてたんですよ。6種類のね親子丼出てきたらまずね1箇所ずつ一口ずついただいて、まあ、写真とね味の感想を言って豊かなねボキャブラリーを生かして、でどれがね特に美味しかったとかね、まあ、こういうのが好きな方にはこれがおすすめですとか、まあ、いかに萩さんの親子丼がねその他大勢の親子丼と違うのか、いかにヤバいかをねお伝えする予定やったんですけど、まあ、一口目でね全部吹っ飛びましたね。もう美味しすぎてもうねどれもねどこを食べてもね美味しいんですよ。濃厚トロトロ卵のコクがうんぬん、
プリプリなね鶏肉の食感がうんねん、そういったね雑多な感情は全部ねもうこの圧倒的美味しさにかき消されてもう全部ね吹っ飛びました。編集してる今でもね頭に残っているのはこの親子丼に対する感情はね、美味しかったとまた食べたいのは2つだけです。でもねもうこの写真だけでね十分にこの親子丼がねいかにヤバいやつなのかをね伝わると思うんですよ。もうね見てくださいよこの写真、卵赤すぎませんかこれ。もうね卵が燃えてますよね。もうこれ何も知らない人が見たらね一瞬ワンチャン溶岩に見間違えるぐらいですよ。そんぐらいねこの卵たけだけしく燃えてますよ。この写真もやばいですよね。これチーズ豆乳の部分なんですけど、チーズラーメンでもね丸中さんのチーズラーメン動画でも申し上げたようにチーズ×卵の相性って最高なんですよね。しかもこのお店の親子丼ねなんと卵自体の質がいいゆえに卵黄だけを使ってねこの親子丼を作ってるんで、もうそこいらの親子丼ってはね濃厚さが比じゃないんですよね。もう他にもウッキウキで撮ったね写真ここに載せとくんですけど、もうねどこ食べても本当に文字通り最高ですよ。こう断面がちゃんと綺麗に電源出したり、2階の方がいいの、よいしょ、少なあーすっごい、これに比べるはい、ありがとうございます。でもこれ3杯でいいんですよ、ワンコだからみたいな。はい、15分本来はお味噌汁作るんですけど、はい、ここでお待ちかねのユダくんの、ね、チャレンジ親子丼が届きました。これね総重量 2.3 キロで制限時間が15分、食べやすいとはいえね結構時間が短めなんで注意が必要ですね。ちなみにねユダくん6種類の中から一番ねスタンダードな鶏だし親子丼を選択していました。まあね普段なかなかね個性的な感じなんで、まあ、ここでも、まあ、味をね外してくると思ったんですよ。でも意外とね基本に忠実な感じできましたね。こっからユダくんもね隣で一緒にチャレンジするんで、まあ、ぜひねご覧いただけましたら幸いです。しのけんスーツが汚れてないね。イカスミ飛べ結構イカスミは飛びにくいですよ。もう鶏味噌ラーメン作ってもらっていいですか。一応すり鉢開くまで待って。ああなるほど。多分カレーだったらめちゃくちゃ飛ばしてると思います。すり鉢開くまで待ってね。ガジュさんですか。ガジュさん同じの少な少ない。かっこ今食べてるお弁当さん昼にロゴも食べてる。こういうのもね、おバカな人たち常連の方なの。でも全く知らない人ばっかり。今日京都から来ました。京都から来ました。京都から来ちょっと頭悪いんで、なんかこうすぐでかくしたがるんですよ僕。どん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 なんかでっかくなっていって食べるものが。今回の親子丼もそうですけど、卵料理って外れないですよね。オムライスも卵でとじたカツ丼もですよ。まずシンプルなね TKG がそもそも美味しいですから。安くてね美味しくて栄養もね完璧で、僕にとってまさに神食材なんですよね。僕過去にTKG が好きすぎてね、なんかもうね可能な限り最高の TKG 作ったろって思っていろいろ調べたことがあるんですよ。そしたらあれですね、いわゆるね卵かけご飯専用の〇〇っていうのがいっぱい出てきまして、例えば卵かけご飯専用のお醤油っていうのがあるらしくってね、これなんですけど、昆布だしを一般の醤油よりねさらに効かせることでより旨味を引き出しているっていう。あとは卵かけご飯専用卵っていうのもあるらしくって、まあ、いわく、まあ、お肉にもねステーキ用とかしゃぶしゃぶ用とかカレー用みたいに、まあ、用途別にね使い分けされているのと一緒で、卵にもね
親子丼用、ゆで卵用、まあ、卵焼き用みたいにね、向き不向きがあるらしいんですよ。初耳なんですけど。で、まあ、この卵かけご飯、卵かけご飯専用卵っていうのは、生で一番輝く卵らしいです。もうね、まさに TKG のために生まれた卵、もうソルジャーですよ。卵界のソルジャー。でね、まだまだありますよ。米もね、専用のヤースがあって、これはね、卵を混ぜた時に、まあ、ベトベトしないね、さっぱりめの、しかも大粒らしいです。僕ね、ご飯固め好きなんで、これ卵かけご飯じゃなくても、普通に食べても結構美味しそうですよ。これどうやって食べるんですか？これ？はい。うさです。はい。ナイスバイトです。いや、むちゃくちゃうまい。早い。ありがとうございます。いや、僕の人生だから一番うまい親子丼でした。はい。これを見てると、タイと、このしか絡んでくれます。早っ。きますよ、はい。はい、ありがとうございます。まんま入るか、これ。あ、これ。ほら、こうでしたね。まあ、で、これでさすがに終わりと思ったら、まだあって、卵かけご飯専用お椀っていうのもあるんですよ。キリないですね。で、これはね、キャッチフレーズ卵かけご飯のことを考えて作りましたっていうものなんですけど、まあ、この図のようにね、4つの角とね、深い形状がポイントらしいです。まあ、確かに見た目おしゃれですし、すごいね、食べやすそうな気がしますよね。ただ、僕みたいなね、バカな男はですよ、まあ、すぐにね、漫画盛りにしたがるんで、もうすぐに大盛りにしたがるんで、まあ、結局、この親切設計はね、親切設計を無にしてしまいそうではありますよね。例えばね、これ、ゆとりあるんですけど、ゆとりがあったらもうそこにね、米をすぐ突っ込みたがるくなるんですよね。完全にデブの思考。お客ですか、うん、ありがとうございます。あっついてめっちゃ汗かいてるんですけど。めっちゃ底深いんで。うわすごい。ね。半分しかない。これパンパンに入ったんですよね最初。いやもう入ってた入ってた。お昼6キロのご飯食べてるらしいです。追い込んで3キロペースで食べてるらしいです。ちょっと病気かもしれないですね。お兄さん早かったですね、食べる。いや、まあまあ、この人に比べたら全然僕なんて思う。すごい。ここの層頑張ってください、下の。下のご飯。すごい。これちょっとこだわってて、このカメラ側に層を見せたいんですけど、そしたらめちゃくちゃ食いにくいんですよ、さっきから。こうやって覗き込みながら来て、引っ掛けて何が出てくるかもう分かんないっていう、北海道全然見えないんで。どうも、頑張ってください。で、まあ、醤油、卵、米、お椀ときて、まあ、これで終わりと思った皆さん、実はまだね、ありまして、なんと、TKG 専用箸っていうのもあるんですよ。まあ、それがこちらなんですけど、まあね、いわく、素材の吟味して、伝統の技を持つ職人の手によって仕上げられた江戸小箸。この時点ですでにね、ただならぬオーラを感じるんですけど、ご飯をね、かき込みやすいように、箸先が平たくなってるんですよ。そもそも TKG ってお箸使うかどうかって、まあ諸説あるんですけど、まあこれ、見た目割と、まあかっこよくて、これでね、まあ、TKG を食ってたら、なんかできる男っていう感じしますよね。ホテルのバイキングとかで、なんか、カバンからこのお箸をすって取り出して、卵かけご飯かっこんでました。もう確実に、まあ、もう注目の的ですよね。モテること間違いなしです、これ。まだ他にも TKG 専用コンビーフ、鰹節、まあ、ふりかけみたいのもあるんですけど、ほんまにキリがないのでこの辺にしときます。あとあれですね、めちゃくちゃ TKG について話しましたね、この男。親子丼からの TKG で永遠とね、卵について語る動画になってるんですけど、大丈夫ですかね、これ。そうこう話してるうちに画面のスーツ男かなりペースが落ちてきてますね。
まあね、親子丼は丼の中では比較的ね食べやすい方ではあるんですけど、やっぱりね、まあ固定物であるっていうことに変わりはないので、まあ同重量のラーメンとかと比べるとね結構ハードです、ね。まあ、今まで親子丼はね飲み物だって言い張ってたんですけど、まあ、食べ物でしたね。親子丼は食べ物。先に頼みました。少ない。ラーメン作るの食べます。フリソラ食べる。でも食べます。2つ3つ3つ3つ。今俺自分でボックスしてるのに聞こえなくなっちゃった。ふざけんなよみたいな。何言ってんのこの雑誌。牛やったらいきます。フリソラどうよ。タネさんが頼んでもなかなか謎ですけどね。コーヒー焼酎欲しいですよ。いや、ガリュさんほんまにおかしいんですけど、昼休みじゃなくて昼カツ丼 6kg 食べて、揚げ物 6kg 食べて、夜また揚げ物三昧のねキッチンダイブさんの弁当 3kg、 しかも鶏味噌ラーメンまで追加注文で、ガリガリ君サワーとコーヒー焼酎頼んでますからね。僕とかそもそも 6kg カツ丼食べられるか怪しくて、食べられたとしても3日は胸焼けおじさんして何も食えませんからね。この年にしてすでに胃袋おじいちゃんですからね。なんか夜おかしいですけどね。まあ大食いってある程度夜までいったらちょっとなんか外れるんですよね。ネジ外れないと食べれない。なるほどなるほど。ささみさしよ。そう、僕はまだその境地にしないですけど、ね、いやでもあのスピードで食べればねだいぶ外れてかかってくる。伸びしろ伸びしろ。プラプラしてる。でまあこれだけ苦戦している要因に、まあ、そもそも胃の容量が足りてないっていうのもあるんですけど、まあ、序盤にねハイペースで食べ過ぎたってことも考えられると思うんですよ。で4キロぐらいまでのチャレンジやったら結構ね満腹中枢が来る前に早食いで食べきる逃げ切り戦法っていうのが有効なんですけど、まあ、それよりね上の重量になってくると、まあ、時間的に絶対に満腹中枢の魔の手から逃れられないんで、逆にね一定のペースで食べ物をね下に落としつつ食べていった方が総合的に多く食べるような気がしてるんですよね最近。そう、気がする最近っていうねめちゃくちゃ曖昧な表現で申し訳ないんですけど、まあ、確証もまだないんでね、まあ、いわゆるにわかフードファイター、経験不足のにわかフードファイターによる、まあ、敗戦続きの、まあ、敗北者の言い訳としてお聞きいただければ幸いです。そもそも僕にね最初に申し上げたように圧倒的なキャパがあればもうこんなこと細かいこと気にせずに、ね、もうひたすら飲んでいけばいいだけですし、ね、ただやっぱ僕レベルですと、まあ、少しでも多く食べられる工夫をすることに越したことはないので、まあ、次回以降はね一回実践してみたいですね。どんだけ目の前にね美味しそうな食べ物が出てきても吸い込みたいという欲を抑えてもう待てを覚えるべきですね。この時点で、まあ、約6キロぐらい食べて残り1キロぐらいなんですけども、完全に手が止まってしまってます。で今回はもうこのままリタイアっていう形になってしまって、まあ、前回に引き続きせっかく作っていただいた料理をね お残しすることになって本当に申し訳ございませんでした。まあ、次はね笑顔で全部食べきってごちそうさまが言えるようにね精進してまいりたいと思いますので、今後ともねよろしくお願いできましたら幸いです。ここまでご視聴してくださった視聴者の皆さんと、料理を提供してくださった萩さん、そしてお食事を僕とねご一緒してくださったデカモリングのガジさん、ウルマさん、そしてユダくん、この場を借りて今一度お礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。限界ですね。
すいません、ちょっとここまで減らしたんですけど、愛情ちょっと多すぎたね。すいません、次はもう愛情も全部食えるようにするんで。ナイスバイトです。はい、すいません。